人っていうのは別に長いこと付き合ってるからっていう話でもないんですよね。会った瞬間から何かがこうつながるっていうことをやはり感じます。さっきから言ってるように時代が大きく動こうと思ってる時にその発見ではないと玉が寄ってくるみたいな形があって、で、あ、この方そうなんやなっていうふうに思いました。で、今日の催しもそうですし、明日、中央公会堂で、小坂さんの、催しといいますか、がございます。我々のことも何名か行かせていただきますし、まだ今日、あ、そうだ、知らなかった、行きたいは、まあ、当日券とか持ってきてます、はい、ね。ぜひこれはさっきも言いましたように、所さんも、お出になるんですよね。はい、ね、はい、ゲストでお願いしてます。まあ、そんなんでとにかく、ご縁が非常に深いというところで、いろんなお話を、専門的にといいますか、神道の神様というところのお話なんかを、小坂さんの方からちょっと聞かせていただけたらなというふうに思っておりますし、はい、今何をされているか、どういうことをしたいかということもちょっとうちのメンバーの人にも伝えていただけたらと思います。はい、わかりました。では皆さん、はじめまして、小坂と申します。昨年ですね、からちょっとこの講話を始めまして、でそれはね、実は実業をですね、23から始めて、今28年になりますけれども、にがりブームっていうのが以前あったのご存知でしょうか。あのブームを作ったのが私でして、はい、まあ、いろんなテレビ局、メディアにも指定を受け、で、中小企業白書という国会に提出される白書にも2ページで連載され、で全国放送、そしてニューヨークタイムズでも紹介され、で世界中にですね、オファーをいただき、そして台湾ではですね、記者会見をして会社を作ってテレビショッピングを始めました。で、まあ、そういうことをやってた時に突然悲報が来るんですね。今まで、チヤホヤしてたメディアが、実はにがりはダイエットに効果的だというか、その根拠もないという根拠もない放送がありまして、で、まあ、これね、市場の 5% 取るとやっぱり悪化に妬みっていうのが起きるというのがこれ定説なんですね。でその時に私 もう本当には国からそういうことを受けるのかという大きな出来事があって、で その時にね、ちょっと自己反省したんです。っていうのは自分のためだけにやってた、自分の名を残そうという、お金にあの興味がなくて名を残すことだけに集中してやってました。でその時にやっぱりね、私がその優秀な人間ってどんな人間なのかっていうね、これスキルがある人間だと思ってたんですけれども、実は人や社会を育てきれる人間だったってことに気づかされました。でそこで妬みやっかみを個人に向けず、人間というのはそういうものなんだと、じゃあ私に足りなかったのは何なのか、かつて私はですね、道徳というのを非常に持ってまして、でこれ道徳を表に出すと商売非常にやりにくいんですね。でそこで道徳をこの懐にしまって、で超合理的な、今でいうそのご利益を求めるような、まあ、目先の欲にですね、駆られた人生があって、それを深く反省して、でやっぱりこう長く続く、また平和と繁栄両輪をもたらす考え方っていうのは何なのかという時に、日本が世界で一番長く続く国であるということを知りまして、先ほどね、中山先生からも今ご教授いただきましたが、まず知るってことが大事だと。知ると人というのは立ち止まるんですね。だ立ち止まって物を言えっていうのは、まず知るってことがこれ大事だったっていう。でそこから今度探求を始めました。っていうのが、私そもそもですね、12歳から内観をしてます。答えは全部自分の中にある。そして自分の中には自然の真理と繋がっているんだ。自然の真理を見たら必ず答えが出るということを12歳からずっとやってまして。そして神道に出会って神道を調べますけど、神道に厄介なものがあるんです。これ何かっていうと、ことあげせずだ。神道をことあげせずという非常に厄介なものがあって、そして、まあ、本なんかを見てもですね、非常に専門に読める難しい。で、もうこれ分からない。だったらどうするか。で、私の癖がある内観によって、この真理っていうのを読み解いて、で、これを7年前から神道の心を伝えるという Facebook で発信を始めまして、今7万9000人ぐらいの方がフォロワーで、まあ、多い時には50万人ぐらいの方が見ていただけるんですけれども、で、いよいよですね、去年から、講話を開始しまして、去年1年間で約7000名の、それもその先生方のところに来るような、
もうすでに神道を体系化しているような方ではなくて、全く素人、子供を連れてくる、こういう人たちがですね、7選に集まりまして、で私も役割があると思ってて、やっぱり先生におつなぎするのが私の役割じゃないかなと思ってる。っていうのは、興味関心が全くない人たちが興味を持つ、つまりさっき言った知るってことです。この知るってことから探究が始まるっていう、こういう関心を持たせるってことが私の役割ではないかなと思ってですね、この1年間走りを続けました。ありがとうございます。今お父さんがおっしゃったように内観とおっしゃった、ね、12歳ぐらいから内観があったとおっしゃった。これ先ほど私のセミナーでも言ったように、神はどこにあるのか、ここにある、内観なんですよ。もちろんその神の形としてはいろんなところにありますが、それを感じれるかどうか、これが一番大事だから、内観こそが大事なんですね。まさにそのことを井上君もおっしゃっていただいたということですね。ですから私がですね、実は7年発信し続けて6年目で経ったんです。要は話せるようになった、まず10年かかりました。汚れた私から、この汚れを払う、禊をする、また払っていただくのに10年かかります。それから発信を始めて7年、16年目でやっと立って人前に話せるようになった。それなぜかというと、多くの人はやりたいことを言うんですよ。これ理想ですね。で、私はやってることを言いたかったんです。で、このビジネスに関してはやりたいことをいくらでもはったりで言える。ところがこの神道に関してはやってることを言わないとすぐ人離れていきます。ですからそこに立てるという自信を持つまでに16年かかったんですね。で、それでまあやっと人前に今立ってこういう感じでメッセージとして出せるっていう、まあ、時間をいただいているって感じですね。ですんで、この間一月ほど前に、ご縁があって喋らした、それ2、3時間喋ったかな。そうですね、喋りますよね。で、その時に小坂さんこんなことをおっしゃっていただいた。要は神道を断りせずなんですね。そして、じゃあその私のことあげ、ご当主のことあげ、私がしますよと、これは非常にありがたかったです。私は思うことを語ることはできたとしても、それを、小坂さんが思ってらっしゃるように広げていったりすることというのは、増えてというよりはそこにあまり意識が私自身持っておりませんでした。ですんで、そこのところ、それがまあ言えば私の弱点なのかも分かります。で、そこを小坂さんはちょうど、ことあげさせてくださいということをおっしゃっていただいたので、これは本当に心強い同志が、この御代替わりの前にしてですよ、本当にあまり時間がないようですね。その中で、さっきもおっしゃったように1年でね、いいですか、1年ぐらいこの活動の中で7千人とおっしゃったでしょね。私3年前に黎明会を立ち上げて、約100名ぐらいかな、メンバーさんといいますか、ずっと来ていただいてるからね、広げるというか、そういうものに関して非常に、増えてではあります、ね。それはあかんと全く思っていません、これが私の、形である。で、そこのところを小坂さんは断れさせてくださいというふうにおっしゃっていただいたのはとてもありがたかったです。これも時の利やと思います。時が今満ちたいなというのを取りますので、非常にありがたいですね。このね、ことあげというのが非常にこう難しくて、実はですね、神仏修道、ね、御参拝というね、538年に仏教が入ってきた、正確には522年と言われてますけれども、その時にね、何が起きたかというと、実は旗氏といって渡来人が渡ってきました。その時に土木や農耕やいろんなものがたけてたんです。そしてその旗氏にみんなが、いや、豪族がこぞって徴用しました。大いに栄えたんです。それを民が真似したんです。真似したらどうなったか、富がものすごくいたんです。するとその旗氏が手を合わせてた神社があった。そこに行ったら御利益がある。この神社が実は八幡と稲荷なんですね、はい。で、これが実は今この神社は過半数超えてます。つまりそこから御利益信仰というのが始まったんです。で、その時にどんなことが起きたか、いわゆる八百万の神は徳を示せども、民はそれに感謝しなくなったんです。そして私利私欲の罪があふれて、そして精神的支柱が必要になった。その時に仏が神の前に立って、神仏習合、いわゆる神の恵みを仏が説いたんです。そして精神的支柱を設けた。これが神仏習合の始まりです。ところが明治以降何が起きたか、ね、これ神仏分離したんです。
一番この繁栄、平和と繁栄をもたらせた、この一番大切な、これは実はですね、皆様の家庭でも同じことが起きます。例えば奥さんが旦那さんの文句を言ったら、これ子供は必ず、父親を軽視します。つまり、神仏習合とは家庭の中にもあるんです。やっぱり奥さんがいくら仲が悪くても、いくら旦那さんが態度が悪くても、やっぱりね、旦那さんのことを褒める。そしてその徳を説く。すると子供が立派に育っていく。これが神仏習合。ですから、私は言ったのはこういうことなんです。先生の仏となって説きましょうと。でも、私にも仏がいます。つまり大切なことは自分の中で神仏を作ることなんです。つまり、我々は神であれ仏である。その両方をやっていけてこそ、この平和と繁栄というのをもたらすんじゃないかと。ですから先生に言ったのは、先生断りする人いますかと。もしいないのであれば私が断りさせていただけませんかっていうことで、この神仏集合的な考えをですね、ありがとうございます。いや、素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。まあ本当にね、こういうのもご神縁だと思います。そしてこうやって皆様とお会いできている、この場にいらっしゃっている方ともやっぱりご神縁でつながっている。でこういう場を本当に私は大切につなげていきたいし、また、小坂さんならではのその広げ方っていう形の中でどんどん良いものが広がっていく、はい、これに越したことがない。そうですよね、ですよね、はい、で私が今一番注目しているのは子供なんです。やっぱりね、60過ぎるとなかなか人間変われませんね。っていうのはね、実はね、これね、もう科学的に証明されている。人間の身振り素振り行動、これを決めているのは、その中にある観念というものです。この観念は12、3歳で出来上がります。ですから、我々がいくら、こうなりたい、こうありたいと思っても、人に優しくありたいとか、ね、人のことをと思っても、ついつい自分の癖が出てしまう。ね、これがですね、私たちはいつも無意識のうちに同じ選択をする。これが我々の運命なんです。だから常に意識を持って何かをやらなきゃいけない。しかし意識を持ち続けながら生きるっていうのはこれ大変なんです。それを無意識の幸せになる習慣を手に入れられるのは実は12、3歳までです。ですからこのね、12、3歳までの子供たちをしっかりと教育していくという子供乞食プロジェクトというのを立ち上げました。そのためにこの1年間で約300人の公認講師という講師の先生方を育てて、子どもというのは遠距離じゃダメなんです。近くにいて寄り添わなきゃいけないんです。つまり今すぐ帰ったい、その気持ちをぐっとこらえて共に寄り添っていく、これが教育なんですね。ですから共に寄り添っていけるような方々をやっぱり育てていくことが一番だということで、この1年間先生方を育てて、そして明日コンベンション1000人のコンベンションをやりますけれども、そこまでに、今、約公認としてなれたのはこの1年で約80名の方々が明日集まって、まあ、その表彰式もしますけれども、まあ、そういう方とともにですね、子供に乞食を通して、はい、これですね、はい、これです。今日はですね、特別に、皆様に、先生中山先生枠として招待券を準備しておりますので、もし時間がある方は、次世代にですね、この日本の和の精神を受け継いでいこうという垣根を取り払った、ね、取り組みをやろうということで、モラロジーのですね、外部講師である所先生、そして、神道の博士である伊勢神道をですね、継承している小野先生と、私とですね、3人でこの、講を行いますので、もし時間がある方は、ぜひ子ども、そして夫婦で参加していただきたいな、まあ、そういうイベントになっております。これもですね、やっていきますけれども、まあ、その子供に関しては、具体的にあちら側の話、考古学とか歴史とかではなくて、あちら側とこちら側をどうつなぐか、これが一番大切なんですね。つまり、この古事記の、また神道の精神を我々の暮らしにどう役に立っていくかという、これをつなげないと全くこれ意味がありません。例えば今言ったことわげって何なの？ことわげっていう、例えばですね、この間これ喋っていいんですか？いいですね。この間ですね、スペイン人と、どれだな？イタリア。あ？イタリア。いや、イタリアのハーフの、のお父さんと、お母さんが日本人の、そのですね、ハーフの青年が来ました。30分前に来て、一番前に来たんですね。ところが、席に座らなくて立ってるんですよ。
顔は外人なんです。古事記の話です。外国の方ですかって言ったら、はい、4ヶ月前に日本に来ましたと。で、幼少期3歳から4歳から7歳まで3年間日本にいて、あとはもうイタリアやスペインやいろんなところ転々として、でも私はやっぱり日本が好きだと。そして日本の研究をしたら古事記にたどり着いた。そしてそれを調べたら Facebook でこのイベントを見て来ましたと言います。で、日本を勉強して何が一番分かりませんかって言ったら、徳って言いました。徳が分からないと。だから徳、じゃあ徳って何なのって皆さん説明できますか。徳って何なの。これ私こういうふうに説明しました。徳とはみんながね、来た時にこの準備をしてたら助かるだろうなと思って黙ってやること、これを徳と言う。ところがその人たちが来た時に、お前たちが助かると思ってやったぞと言った瞬間に、これはことわげと。つまり人が知らない、わからないところで徳を積む、これを陰徳と言います。この陰徳に我々日本人というのは美学を持ってたんです。黙ってやる。ところが今はそれを証明しようとする。あんたどうしてわからないのって、私が黙ってやってるのにというふうにことわげする。その時点でこれ損徳に変わるんですよ。じゃあ徳って何なの、ことわげって何なの。例えば明らかに間違ってる、明らかに問題を起こしている、まあ、この人絶対後で問題を起こすという人に注意する、これはことわげなのどうなのと考えたときに、ことわげって非常に難しいです。皆さんこれ答え分かる人いますか。これはことわげになるのか得になるのかの答えが、昔の日本人は持ってました。でも今は得をすればするほど、損得をすのこの得を得れば得るほどすごい人って言われる時代になってます。そして徳を積めば積むほど損をしていく。その損をしたことに言葉をあげるともう徳ではなくなる。だから口をつまんで黙っておくんです。損をし続けるんです。で、そんな世の中今なって。でも皆様のリーダーはどんな人がいいですか。損得で金儲けが偉い人がいいですか。それとも徳が高い人がいいですか。さあ天皇陛下に置き換えましょう。どっちですか。となると答えは明らかなんです。でも分かってるけどできない。なぜならば目先の欲に駆られてるからです。だからこのことわげって何なのって、ここね、これ私の中の内観の持論です。それは間違ってるか問題を起こしている人に言葉をかけること、これがことわげ、徳ではありません。ことわげとはあなたの心の状態に怒りや苦しみや悲しみや憂いや恐れ、これを自我と言います。つまりその自我があって言葉をかけているのか、もし自我があって言葉をかけるんであれば、それは自分の気を晴らすためにやっている、つまり気を奪っているので、これはことわげです。でもこの人のためと思って愛で包み込むように与えているのであれば、それは徳と言います。つまり何をやるかではなく、あなたの心の状態がどうなのかということが徳であり、ことわげになるというふうに私の内観でそういう答えが出ました。おっしゃる通りですね。これはもう我々もっと平たい言葉で言うと、叱ると怒るは全く違いますよね。もう親が子供を正しく叱る、これは自我がないわけです。子供のことを思って叱る、怒るは自分の腹立ちですよ。なぜそんなことができないのっていう形で怒りなんですよ。でこれが全くダメ。昔はきちんと叱ることができた、今は叱ることができない。だから怒ることが溢れてるから、怒ることは良くないよね。体罰良くないよね。これ体罰はいいんですよ。今言うようにその子のことを本当に思えるならば、ところが人間の行動としてはそうはなかなかいかない。自分の怒りに任せてやってしまいやすいから体罰はいけない。でも昔の親が子供を打つときは自分の手が痛いのを分かっていても打つっていうことがあったわけですね。でこれが今は全くなくなっている。で心のバランスを見極めるのはものすごく難しいことなんです。でも今おっしゃるようなことで、日本人はそこのことを丁寧に言っていけばなるほどなっていうところが分かるんだろうなと思います。だから恐れずに正しいことをきちんと言っていこうなっていう姿勢は全く一緒だと思います。はい、だから要はこれはですね、アマテラスが二人の御事に告げた三大進捗という、これ私は日本の理念だと思ってます。はい、この三大進捗の法教法裁の進捗という中でこの自我について話をしている。これどんな話かというと、アマテラスが二人にこう言ったんです。
この鏡を私だと思って毎日自分の姿を映しなさい。その鏡こそが三種の神器の八田鏡です。そしてその鏡に民を苦しめるような自我があったならば、その我を取り払えと言ったんです。つまり鏡から我を取れば神となりますね。つまりこれは茶道、華道、柔道、剣道、全ての道は自我を取り払う、つまりお茶を通して、花を通して、ブドウを通して自我を取り払う、これが道なんです。だからこういうふうに全て神道へ古事記を学べば、そこに我々の子孫が世界で一番長く続けたこの国の礎、またその中心のアイデンティティが全部ここにあります。大切なことはあちら側を歴史として学ぶのではなく、さっき言いました、あちら側とこちら側をどう結んで今の暮らしに役立てていくかというね、これが一番大切であるということを、ちょっと1年間ずっとですね、解いてますね。はい、まあそういうことで、まあ明日行かなくても今日分かっちゃったかな。明日もっと詳しくなったからね。でも本当にね、そういう思いの中で大きく今ターニングポイントというか大切なところに今我々は立っております。でそういう思いを本当に広げていきたいなというふうに思っていますので、どうか、皆様も、そういう思いの中で力をお貸しいただけたらというふうに思っております。はい、ぜひ明日、皆様のね、知人友人もしおられましたらお声かけをして、そして一人でも多くの方にね、この日本の素晴らしさ、これを残す、それをですね、私がメッセージとして伝えますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。